第2代アラン伯爵ジェームズ・ハミルトン第2代アラン伯爵ジェームズ・ハミルトンはスコットランドの貴族、政治家。初代アラン伯爵、ジェームズ・ハミルトンの長男として生まれる。父方の祖母メアリーがスコットランド王ジェームズ2世の娘であることからジェームズ2世の彦にあたる。1536年に第2代オールバニコージョン・スチュワートが死去すると、 国王の子孫に次ぐスコットランドの王位継承権者となった。1529年3月26日に第2大アラン白爵位を継承した。1542年12月、生後1週間にしてスコットランド女王に即位したメアリーの摂政に就任した。1548年2月8日にはフランス貴族の爵位シャテルロー公爵に除された。 王母メアリー・オブ・ギーズの王権介入を阻止しようと、図ったが、1554年に殺傷を解任された。1548年以来フランスに避難していた、メアリー・女王は、夫のフランス王・アンリ2世に先立たれた後の1561年に、スコットランドに帰国した。帰国後、女王は、ダーン・リー卿ヘンリー・スチュアートとの結婚を希望したが、アラン・ハクはそれに強く反対し、 その結果1566年までフランスに追放された。1569年の帰国後には1567年に廃位されていたメアリー女王支自派として行動した。1575年1月22日に死去。1532年以前に第三代モートン伯爵ジェームズ・ダグラスの娘マーガレットと結婚した。 彼女との間に以下の三男五女を設ける。ありがとうございます。